はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい。今日どこに出張なの？あ、これですか。今日はこれ紹介するんですよ。え、旅行カバン？これ電動工具が入ってます。はい。わかると思うけど、マキタ。マキタさんなの？うん。マキタの充電式のインパクトレンチで TW300DRGX っていうセット品になります。今さあ、はい、ね、見えないからって絶対下見てたよね。うん、ガミです。読んでたよ、ね。ここにカンペがある。うん、はい、だよね。これの商品の紹介をしたいと思いますので、ぜひ電動インパクトレンチに興味がある方は最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、こちらの TW300D の商品の紹介をしたいと思います。はい、じゃあ開けますよ。はい、じゃあまずこちらのボックスは、はい、これね、ここ開けるとまず小物入れがあるんですよ。へー、え、何？工具が入ってるだけじゃないの？そう、ここにちょっとしたネジとか小物を入れられるエリアがあって、うん、で、これはここで閉めてるんですよ。で、こっちの蓋を開けると、ここに、じゃじゃーん。へー。はい、これです。こちらの充電式インパクトレンチ、モデル TW300D の説明書です。はい。はい。これね、まだマブラ使ってないんですよ。うん。なので、この後ね、実際どんな感じなのかっていうのを使うとともに、一応ちょっと説明書で目は通しました。目は通しまして、これですよ。皆さん。ごめん、なんか私これ会社でよく見る。あ、本当？うん。これね、まずヘッドが小さいの。うん、小さいね。めちゃくちゃちっちゃいでしょ。うん。だけどこれ300ニュートンって言って結構な力なんですよ。そしてこちらのバッテリー、うん、このバッテリーもこれはね、互換品なんですよ。うん、だけど一応こうやって見るとバッテリー4つついてるんで、うん、こうやってバッテリーをチェックすることができます。はい。これはバッテリー独自の残量ですね。はい。はい。それで、このバッテリーをここにガッチャンコと。でも、バッテリーつけてもこれ 1.8 キロなんだって。ちなみに、うん、マーブラが今まで使ってたエアインパクト。うん。それ持ってきますんで、はい、ちょっとそれとの比較 M さんやってみてくれる？はい。ちょっと待ってて。はい、M さん。はい。これが、うん、マーブラが今まで使ってたエアインパクトです。うん、はい。それと、これは160ニュートンまでしか使えないやつ。こっちの電動のやつと比べると、うん、半分ぐらいの力。だけど、このエアインパクト持ってみてください。はい。じゃあまず、うん、こっち持ってください。はい。これエアインパクトです。はい。結構重いでしょ。重いよ。重いでしょ。重いよ。そう。それで、バッテリー付きのこっちの電池を持ってください。はい。検証にならない、ね。どう？あ、もうそっち持ってからだと。全然軽いでしょ。そう思うけど。はい。ヘッドの大きさもこんだけ違うんですよ。でもこれってさ、はい、基本片手で使うやつじゃん？基本両手ですよ。両手でやるの？うん。片方押さえて。あ、銃みたいに？そうそうそう。片方押さえて、片方やって、こうやって。ドーンって。でも明らかに昔ながらの電気のやつと比べても、うん、これ重量変わらないです、むしろ。あ、ねえ。バッテリーついてても変わらないんですよ。これさ、はい、エアインパクトでしょ？はい。ってことは空気出すってこと？空圧です。実際にコンプレッサーが必要だったりとか、うん、エアホースが必要だったりとか、うん、結構コストがかかります。こっちは空気ない？これでは電気です。モーターです。うん。しかもブラシレスモーターって言って耐久性とかパワーとかがすごく強いと言われてるやつなんですね。はい。じゃあ実際どんな感じなのかっていうと、これが右回り左回り、うん、リバースできるやつ。そう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 。静かでしょ。ドルルルルとかならないでしょ。ああ。そう。それで今これが打撃っていうボタンをこうやって何度も押すと4321って言って、これ強さです。それで全開、これ4が全開で、全開すると、っていう感じです。はい。これが、強いんですよ。しかも、
ライト付き。あ、それライトだったんだ。はい。さっき何だろうと思って見てた。LED ライトで。これ結構夜間でも明るいでしょ。暗いとこ見るときにさ、そう。ね、見えないけど。これ旧型バージョンは LED1 個だったんだけど、この現行バージョンになると LED が2つです。眩しい。これ結構明るいんですよ、夜間でも。うん。はい。LED ついちゃうとバッテリーの減りも早いんじゃない？まあ、ただこの LED そんなに減らないよね。うん。はい。そして、これのすごいところは、軽いとパワーが結構あるだけじゃなくて、見てください。全速モードとか、うん、オートとかストップとかあるんですよ。うん、これストップってやると、うん、後でやるんだけど、うん、ある一定のところまで締めたら、その後自動でストップしてくれるんです。ああ、なんかあのトルクの。トルクがかかったところあたりになると、うん、ストップしてくれる、うん。そう。それで、あとはトルクレンチで締めるとか。これでさ、はい、調節はないの？その強弱のなんか1段階、2段階とか。だからそれがこれ、通常のやつ。それがこの4321。あ、それここで操作するんだ。そう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 。ちょっとボタンは若干硬くて押しづらいんだけど、でもまあ操作できなくはないんで、うん、はい。決してあの、パキタさんの回し物の動画ではございません。だって登場がセールスマンだったでしょ？あ、でもね、これやっぱケースあると便利っちゃ便利。そして、同時に、うん、まあこれちょっと置いといて、本体ね。これまだマーブラも充電してないんですけど、充電器もこれセットのやつです。うん、はい、こちらが充電です、はい。充電器の方も、これがね、充電器になってますんで、はい、これをガッチャンコと。はい。これでコンセントを挿せば、はい、充電完了とか、実用充電完了とか、充電中、冷却中、充電前と。うん、今の状態が見れるの。そうそう。あとオートメンテナンスとか冷却異常とかついてるから、うん、自動で制御がついてたのね、うん、はい、ということでこれがついてます、はい、でこれもスライドして取れば簡単に外せる。だまあ一通りこれフルセットになってるんですよ、充電器とバッテリーとで、はいはい、ただこれバッテリーだけは互換性のあるやつです。純正品ではないんで値段はねだいたい4万円いかなかったかな、3万8000円ぐらいで購入できたんで、はい、なかなか値段も他のメーカーからも出てんだけど、うん、結構値段するんですよ、うん、だマキタが一番電動インパクトシリーズでは無難な値段かなっていうのを感じます、はい、海外のやつもあるんだけどやっぱちょっとトラブルが多いみたいなので、うん、一応ね耐久性考慮したら、まあ、マキタが一番妥当なのかなということでマキタを買いました。はい、じゃあ実際に使ってみたらどんな感じなのかっていうのを試してみたいでしょ。っていうかちょっと一つ突っ込んでいい？はい、あのさ、はい、これからそれ使うんだよね。はい、あのちょっと使ってみて気に入らないから返品しようとかって考えてた？何？ん？使って気に入らないから返品しようかなと考えてみたりしてた。うん、何も持ってないんだ。うん、なんでこれ袋に入れた？え、元に戻した。防塵のため。埃かぶらない。だって充電器って、はい、出したままだよね。え、別に袋かぶすよ。いいじゃん。え、なんでしまう？綺麗に使えたら。あ、そうなんだ。綺麗に長く使えたら。うん。ダメ？初めてこんなわざわざ出したのに入れてるなと思って。新しいから。そう。新しいから、うん。大事に使いたいじゃん。うん。はい、今それ持って、あ、こういうやつかと思って。はい、ということで、もううんちく長いから。ということで、早速これを使ってみたいと思います。はい。はい。じゃあ行こう。はい、それでは早速なんですけど、まずは第一段階、ホイールナット。こちらは、マーブラは105ニュートンでトルクレンチをかけてます。そしてこちらのインパクトレンチは300ニュートンまで大丈夫なので、簡単に外せるはずです。ちょっと実際にやってみましょう。簡単に。腕前は考慮しない。腕前は基本関係ない。はい、じゃあ行きまーす。ちょっとね、最後のやつとかなんかは、ホイールがもうずれちゃってたんで、外れづらかったんだけど、うん、案の定こんな簡単に外せます。はい。現に、今までってほら、タイヤ外すときって、うん、上げる前に軽く緩めてから上げて、うん、そして外して、やってたじゃないですか。うん。もう上げた状態でもういけるんですよ。うん、それだけで作業が時短になるんですね。うん、はい。腕前の話だよね。なんか言おうとしてた。
いや、腕前かなと思う。あ、腕前は基本関係ないですね。はい、腕いいんだ。これでもうタイヤ外せます。じゃあ腕見せてよ。それじゃねえよ。なんだよ。よくわかんねえ。何みたいな。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばされた。やめろ。ガイドラインに引っかかる。はい、ということで、うん、外せますか。これちなみに、さっきのオートってあるじゃないですか。うん。これオートを外すときに使うと、うん、全速モードとかもあるんだけど、これです。これを、うん、例えば、うん、今軽くはめました。オートモード、いきますよ。ほら。外せると、こうやって途中で止まるんです。レバーを動かしたままで。ほら。そうなの？レバーを押したままでしょ。いくよ。ほら。押したままなんだけど、もう空回りになったなってなると、検知してストップしてくれるんです。へー、そういうのがあるんです。逆に、うん、正回りの時は、うん、閉まってる時に、トルクがかかると自動で止まってくれるようになるんです。うん、そういうモードがついてます。うん、それってさ、はい、私みたいだね。どういうこと？え、私が制御センターでしょ。はい、私が制御センターでしょ。私が制御する。私が制御ボタンでしょ。何の話だ。あなただよ。何の話だ。続いてですよ。続いてはもっと硬いここのドライブシャフトのセンターナット。はい、これトルク30キロぐらいと言われてるんで、うん、ちょうど妥当かなと。妥当？はい。これ300ニュートン。だから30キロぐらい。あ、キロってそのことなの？そう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 。硬さの話？そうです。なので、ちょうど外せるか外せないかぐらいなんですよ。じゃあ30キロの腕力の人だったら外せるってこと？まあそんな感じだね。そういうことだよね。うん。これを実際に、今までほらパイプかましてとかやってたじゃないですか。ここなんかは、よいしょってやって、思いっきり外してたじゃないですか。うん、あっちのエアインパクトだったら、外せないからって言って、自力でやってたじゃないですか。そう、パイプ、へじ曲がったよね。そう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 。それを、じゃあ、意地悪だから、この電動インパクトでやったらどうなるかっていうのを、ちょっと試してみたい。今回初挑戦です。はい。はい。では、参ります。いきまーす。外せました。出たの？今、オートモードになってるからあれだけど、うん、いくよ。ほら、めっちゃ簡単じゃない？違う、きっとね、腕前の話だよ。何の腕前だよ。こんな感じで、センターナットも外せるんですよ。ドライブシャフトの。これからは外れなくてイライラすることなくなる。ない。まあ、あれは何だった？もしかしてさ、今分かったことがある。はい。あれ、こいつの子さ、外見すごいボロボロなの。はいはい、投げたでしょ。頑丈だからね。投げたよね。頑丈だからね。はい、じゃあ否定しないんだ。30キロだったんで、でこれ300ニュートンなんで、ちょうど同じぐらいのトルクなんで、これで締めたいと思います。はい。これぐらいで大丈夫だと思います。はい、ということで、すごいよね。まあ、マブラ、今日初めてなんだけど、使うの。ものすごい力だね。そうだね。うん、今までどんだけ苦労してたって話。今までどんだけ苦労させられたんだろうね、君かわいそう。っていうかほら、エアインパクトじゃダメだったから、うん、自分の手でパイプかましてやってたじゃん。うん、覚えてる、うん、それが、これ一本で簡単にできるんですよ。うん、なので、これは革命ですよ。はい。前もっとリアクション薄いんだよな。いや、普段どうでもいい時はリアクションすげえ強いくせして、大事な時こそリアクション薄いんだよね。なんで神々なの？大事な時こそリアクション薄いんだよね。あ、そうですか。そして、じゃあ、今度はめる時で。はい。はめる時は、ホイールはめる時なんかも、あ、やっぱだいぶ熱は持ってるね。熱くなるんだ。うん。やっぱほら、摩擦の力でダダダダダダーで。熱持っちゃうんで。もう一回言って。ダダダダダダーって。何言ってんかよくわかんない。いや、噛むから。M さん。ん？あら、大丈夫。どうしたの？あら、大丈夫。うん。ということで、ホイールをはめたいと思います。もうね、このまんまだと、地面にガーンってやると、樹脂だからすぐ傷ついちゃうから、そっとくる。あー、そういう扱いなんだ。ほら、ほらよ。こいつ、傷まみれなの、そういうことじゃん。何がだよ。やっぱぶん投げてたよね、ずっと。え？ずっとぶん投げてたよね、バーンって。いや、力ねえんだもん。
もう3日後にはこれ同じ夢だから、ね、ならねえよ。なるよ。はい、じゃあホイールをはめます。これは軽自動車の場合は、うん、このモードを打撃モードを、うん、打撃モードをですね、このレベル1がちょうどいいぐらいでオートストップになります、はい、そうするとあと残りはトルクレンチで軽く回せばカッチンと止まる位置になるということです、はい、締めすぎないように。そうです。そして最初は軽く手で、これ必ず一番最初は2回転ぐらいつけとくよ、うん、これ最初からいきなりインパクトでやってると、うん、ネジ山かじって潰れちゃったりとかしちゃうから、うん、はい、なので最初は軽く手で正しく締まったのを確認してください、うん、今自分の言ったことちゃんと覚えておいてね。はい、ホイールナット早速ちょっと締めてみたいと思います。はい、今20分。ほら、勝手に止まるんですよ。これボタン押しっぱなしでいくよ、うん、ほら、はい、はい、じゃなくていくよ、こことここ見といて、見とった、いくよ、うん、ほら、うん、かけっぱなしで勝手に止まってる、うん、ほら、もう閉まってる、ほら、もう嬉しくて楽しいんだ、ほら、ほら、なんでそのドヤってんの、ほらすごいドヤ顔だけどさそしたら最後にジャッキを軽く下ろして設置したら本締めです。はい、それは手でやるのね。最後のトルクはさすがにこのカッチンでやらないと、はい、はい、締めます。ほら、ちょうどいいところでトルクがかかってる。全然だ設置するとまたちょっと変わってきた。これ6ナットのね、ソケットがあるとまたちょっと違うみたいだね。ほら、ちょうどいいところで、ワンストロークぐらいで、ちょうどいいところになります。うん、はい。ということで、うん、まあ実際使ってみての感想は、うん、小ぶりだけども力は十分。うん、今までの、こっちのインパクトレンチ、今も持ち比べたら、うん、全然こっちの方が倍ぐらい重いね。うん、はい。こっち3キロぐらいあるかな。レトロ感たっぷりでいいじゃん。いやでも、やっぱ力がない。それで、こっちはやっぱ軽い。あと電動式っていうので、無駄なエアホースとか、そういうのがいらないんで、引き出してくるときにすごく楽だよ。まあね、ちょっとね、使うってとき、はい、それで、まあ、電池って言っても、今あんだけ使ったけど、うん、バッテリーも全然まだまだ、余裕でありますんで、うん。そうだね。はい。なので、かなりこれは有能じゃないかなと思います。どっちが言うの？はい。どっちが言うの？こっち。違う、あ、そっち、俺と電動ドライバー。いや、もうこっち賢いですよ。りより。オートストップもあるし、うん、やっぱ力も強いし、うん。で、まあね、そのホイール外すだけで、果たして買う必要あんのかってなるかもしれないんだけど、うんうん、車庫帳とか交換する人。まあ、硬いネジいっぱいあったもんね、そういえば。そう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 。ああいうのなんかを交換する人、足回りやる人たちなんかっていうのは、うん、やっぱり外れちゃいけないボルトが多いんで、結構固めに、トルクがかかって閉まってるんですよ、うん、なのでそういう人たちなんかはこの電動インパクトレンチがあると作業性がかなり向上するんじゃないかなと思いますので、ぜひね検討してみてはいかがかなと思います。はい、バーブラーポイント使って3万2000円ぐらいで買いました。はい、通常正規で購入して4万円いかないぐらいで購入できますので、はい、まあ大体それぐらいのお値段で見て、バーブラーこれ買って今後活力の場っていうのは多くあると思いますので、まあ、費用対効果あったかなと思いますので、足回り関係なんかを外したりとかする人たちなんか、少しでもね、意識を置いている方たちなんかは、こちらのマキタの TW300D のインパクトレンチが一つあってもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討してみてください。M さん、なんかある？うん。今日で見納めだね。なんでだ？君が綺麗なのは今日だけだよ。いや、この後ちゃんとタオルで、濡れタオルで綺麗に拭いて。そう思うでしょ？うん。汚れた手でさ、握ってだんだん汚れて、ああ、もういいよ。まあ、いずれはね、なるかもしれないけども、まあ、とりあえず新しいうちなんかはやっていきたいなと思います。で、これちなみに、防水防塵機能付きです。ちょっと待って。はい。今さっき、バッテリーの方に袋かけて。充電器は違うよ。あ、充電器違うの？こっちの本体は防水防塵機能付きなんで。
ぜひ。そうか。おすすめだと思います。ケースもさ、今日で見納めだね、こんな綺麗なの。いやいや、全然全然。だからこれケースなんかもさ、最後片付けるときなんかは出して、でバッテリー外して、これバッテリーはバッテリーの入れるところある。でもし予備バッテリーがあるんだったら、これをつけたままでもいいし、そしてインパクトをこうやっておいてしまえば、はい、これで完了と。はい、ちなみにこれ剥がなくていいの？これは剥がしません。剥がさないんだ。うん、ということで、ぜひご検討してみてはいかがかなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただき誠にありがとう。それではお待ちかね、マーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽいということで、マーブラはグーでございました。マーブラに勝った方は、天気がいい日はお外に出るように心がけましょう。残念ながらマーブラに負けた方は、天気が悪い日は家に引きこもって一歩も外出ないようにしておきましょう。なんかある？私いつも引きこもってるけど。あなたの場合はね。うん。はい。負けてるの。今日もようやくね、撮影出ていただいてありがとうございます。はい。ということで、またお会いしましょう。さよなら。